Rallies。 皆さんこんにちは、ラリーズの竹下です。今回は5月4日に開催された第5回エブリーグに協賛しましたので、現地の様子をお伝えしたいと思います。本大会は東京都目黒区で開催され、今回で5回目の開催となります。4人1組の団体戦で約140名が参加し、随所で熱い試合が繰り広げられました。またラリーズのオリジナルラバーレッドモンキーシリーズのシダブースも設置させていただきました。クラブチームの代表でもあり、東京都内で精力的に大会を開催している岡田さん、小山さんにもお話を伺いました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お二方の自己紹介をお願いします。東京のスポットというクラブチームの代表をやっております小山と申します。スポットは2年半前ぐらいに自分が作ったチームで、だいたい月に4回ぐらい都内で練習の活動をしており、月に2、3回ぐらいオープン大会にも出場しております。私、東京都内の方で活動しているブレイブという卓球チームの代表をしております岡田隆也と申します。よろしくお願いします。ブレイブの方がだいたい100名ぐらいの規模で、練習の方月に15回ぐらい都内でやっております。オープン大会の方も月に 2,3 回ぐらいだいたい出ております。お二方の T シャツにもあるようなエブリーグというところで、はい、今やっている活動についても教えていただければと思います。エブリーグはですね、2人で協力して作った大会を開催する卓球連盟でして、現在第5回まで大会を開催しております。エブリーグを作った経緯としては、我々それぞれクラブチームの代表として練習環境を日頃整えているんですけど、大会の環境が思うように整っていないなって思うことが多々ありまして、もちろんいい大会もあるんですけど、例えば土日の朝6時ぐらいに早起きしてちょっと遠征して大会に行っても、めちゃくちゃ待ち時間が長くて、第1試合が午後の2時とか3時とかで、1試合とか2試合とかしかできずにそのまま終わってしまって、なかなかせっかく1日使って出たのに思うような経験ができなかったりですとかっていうことが何度かありまして、それで大会の環境ももっと整えられたらなっていう気持ちが我々ありまして、エブリーグというものを設立しました。エブリーグはですね、もちろんタイムテーブルにゆとりを持って早めに大会を終わらせてですね、後半の時間は申し込み試合できるようにしたりですとか、より卓球を楽しんでほしいという気持ちから、通常の種目に加えてもう1種目お楽しみ種目にも出場できるようになっておりまして、最近ですと何でもラケット選手権ですとか、あと負けたペアで即席でくじ引きでダブルスを組んでもらって、そのトーナメントの試合ですとか、あと今企画しているものですと、バック禁止の男は黙ってオールフォア部門の大会ですとかを企画して、より皆様に大会を楽しんでいただけるような環境を作っていけたらなと思っております。今現在月に 1,2 回ぐらい大会を開いておりまして、今後もそのペースで大会を開催していけたらなと思っております。朝から夜まで終日大会を開いている日もあり、また平日夜だけで申し込み戦など、そういったいろんな部があるんですけど、小規模から大きな規模までいろんな大会を開いて、皆様のニーズに沿った大会開いていけたらいいと思っております。今後は各地のオープン戦の様子などもお伝えしていきますので、大会主催者の方や気になる大会がある方はお気軽にコメントをお寄せください。 Rallies